ペアはですね、やっぱり事故も起きますしね、それと同時に2人の調和っていう面ではね、完成度がまだいってませんからね、なかなか難しいところですよね。そうですね。2番滑走はエストニアのペアです。マリア・セルゲイエワ、イリア・グレボフ、14歳と19歳です。男性のグレボフは女子シングルのエレナ・グレボワのお兄さんになります。2歳違いです。ツイスト、ステップから入ってますね。で、キャッチしてすぐに男性の方も片足で出てますね。とてもいいツイストですね。スロージャンプ、トリプルサルコー。スロージャンプとのサルコージャンプが指定されていそうまですす。ね。ジュニアの場合にはですね、指定されていますけど、シニアの場合は自由なのですからね、違いますね。スパイラル、フォアインからアグップへチェンジしていきますね。これで一つの動作が認められるんですよね。それもやっぱり3秒をキープすることが大事なんですね。で、バックイン、レベルを上げるためにこのバックインっていうのが大変必要になってくるんですよね。ダブルアクセル、失敗ではないんですがね、ランディングでバランス崩してますし、回転してますから、オーバーターンしてますから、マイナス1っていう形になりますね。ハンドハンドのループポジションなんですが、足の間くぐってっていう形で難しいリフティングになりますね。シットポジション、キャメルポジション、初出場のエストニアのペア、マリア・セルゲイエバ、イリア・グレボフの演技でした。なかなか、なんていうんですか、プログラムやマリなんア・かセの構ルゲイエ成バ、もでイすリア・ね、グレボフ。トランジションといって、一つのものをやる前に必ずいろんな動作をつけるというのは大事なことなんですね。で、トランジションというのは、いろいろステップの変化とかいろいろあるんですけれども、技術の一つ一つのエレメントの前、後ろ、そういうところにそういうものがつくっていうことによって何度も上がっていくわけですけどね、評価もですね、なかなか考えてますね。そうですよはい、ね。これはもうツイストですけど、とてもいいツイストですね。これはスロー、このバックアウトのディススパイラルも素晴らしいですよ。男性はトーポジションになってから1回転回らなきゃいけない。でもこれも完全に回ってますけど、女性のポジションもとってもいいですよね。だから内容的にはね、ジュニアとしては非常にね、高レベルですよね。このジャンプも回転は完全にしてます。で、フランキャメルはね、ちょっとユニゾンで 体の大きさも違いますから そうね、なんこでれ同すよじようにやね。るっていうのはね、もうジュニアの選手にとっては非常に難しい部分なんですよね。このリフトも上げてすぐに回転する。で、この回転もですね、もう3回、男性が3回転半以上やるとルール違反になってしまうんですよね。ですから、もうそこら辺がもう一番ポイントになってくるんですけどね。いや、なんていうんですかね、振り付け、
はやっぱりプログラムとしては非常にね、いいプログラムですね。高得点というかもうジュニアとしてはとてもいいプログラムを進めてますね。初出場です。エストニアの国内ではシニアで1位になっています。まずテクニカルエレメンツが出ました 30.19 です。そしてファイブコンポーネンツ、こちらは4トン台の半ばからも後半になってますね。前に滑った中国のペアよりも、そういう面ではファイブコンポーネンツの面では確かにいいですね。はい、